ドトールさん3本目の動画となります。モズとコラボした限定バッグをご紹介します。モズとねドトールがコラボしてるこういった本番1番よーいカメラオッケー音オッケーやっちゃオッケーよーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回今回はですねドトールのコラボ限定グッズ購入させていただきましたのでご紹介したいと思います。こちらデデン、オリジナルコーヒードリッパーセットです。10月1日に発売されたばかりの限定商品となっております。もし興味がある方ですねもう急いでドトール行ってください。監督がですねこちら店頭に行ったのがですね10月2日の13時頃なんですけども、これがですね最後の1個ねゲットしました。ありがとうございます。というわけでですね今回はこの3タイプ出ております。まず1つ目がですね2600円、こちらですねトートバッグと豆が1個、そして2つ目がですね同じくトートバッグと豆が3つとモズのステンレスボトルが付いております。こちら4800円。はい、続きまして監督が購入した、一番ね、コスパ実用的に優れていると思っています。同じくトートバッグに豆が、1つとこちらコーヒードリッパーついております。さらにおまけ的な感じでペーパーフィルターもついております。こちら店舗限定の可能性がありますがプレミアムマイルドブレンドコーヒーチケットというものがついております。ありがとうございます。税込み2800円、購入してきました。ちなみにですねこちらなんですけども買うか買わないかめちゃくちゃ迷いました。本当にね今マジで金欠なんでクレジットの請求が怖え。本当に一回店舗見に行ってでもねもう買わないって決めてたから、あ欲しいなと思ったんですけども池に帰ってやっぱ欲しいっていうことになってね、買いました。監督、このね、ドトールさんに関しては、2020年、2021年、福袋動画ですね、こちらとこちらに出しておりまして、コーヒー自体がすごい好きで、コスパがいい商品。今回はですね、コラボグッズ。コラボの3つ目に関しては、2つの企業とコラボしております。まず1つはですね、このヘラジカ、キャラクターですね。ちょっと調べてきました。モズはですね、スウェーデン語で、エルク、ヘラジカという意味です。1996年に、スウェーデンのベルグ&フォルム社から誕生されました、アニマルコンセプトのブランドです。一度見ると忘れられなくなるような人懐っこいかつちょっととぼけたような顔をしているこのヘラジカがスウェーデン人と深い関係のある北洋のデザインをモチーフとした雑貨を中心に販売している会社です。モズはですねシンプルな色合いかつ穏やかな優しいイメージがありながら飽きのこない実用性を兼ね備えたデザイン、そしてリーズナブルな価格が魅力的なブランドです。と言ってもね監督ねモズに関しては物は買ったことはなかったです正直。というわけでですね今回モズ初めてゲットしました。ボードバッグですね、作りがしっかりしてるのかな、まあ、ポケットもありますねここに。中にですねこちらモズとねドトールがコラボしてるのでこういった絵柄、中にツルツルな生地ですね、ドトールのオリジナルバッグとなっております。これはねもうぜひともすぐ使っていきたいなと思います。監督こちら茶色を選びました。まあ、本当はねホワイトが欲しかったんですけどもなんかすぐ汚れそうなんで今回はですね結構頻繁に使うかと思いますのでこちらのブラウンを選ばせていただきました。そしてマイルドブレンドコーヒー、まあ、こちらはねもう福袋動画でもかなりね豆です。 200g 間違いないですね。先にこっちかな、ペーパーフィルターハリオ、こちらもですねドトールとハリオがコラボしてます。このハリオとは何ぞやというわけでですねハリオ株式会社ですね創業1921年、当初から一貫して耐熱ガラスの企画製造販売を行っております。日本で唯一量産工場を持つ耐熱ガラスメーカーとなっております。なおですね情報によるとコーヒーの抽出技術を競う世界大会ワールドブリュワーズカップで2014年から2017年の優勝者が全てこのハリオのドリッパーを使用していたということで多くのバリスタやコーヒー愛好家に使用されております。今回はこのバッグもねも欲しいんだけどもこれも含めてね2800円は買いでしょというわけでですねちょっと迷ったんですけどもいいね投資かなと思って買わせていただきました。これねただのコーヒードリッパーじゃないんですよ。世界から親しまれているハリオだからこその技術がね詰まっているコーヒードリッパーなんですよね。ちなみにこのハリオとコラボなのでブラウンとイエローの組み合わせはですね今回のこのコラボ限定グッズとなっております。見てこれこちら、全貌となっております。監督ですねこのドリッパー自体は持ってるんですよね。こちらですね多分これ100均で買ったのかな、これの違い何ぞやというわけでちょっと見てください。何が違うと思いますか。はい、こちらですね、ひし形、いや、星形になっております。これ、何が起きるかと言いますと、このフィルター開けます。おー、こちらのフィルターは40枚となっております。あ、なんか、いい紙質。ハリオのコーヒードリッパーはですね、これを入れて、
粉を入れて、もうあとはもう全部水、お湯を、水入れたらダメ。お湯を全部入れます。すると、蒸らし効果もちゃんと計算されて、お湯を注ぎますと、内側の星形の水を伝って、ゆっくりとコーヒーが落ちます。なので、あとは待てば、OK! という、このハリオ製のコーヒードリッパーなんですよ。ありがとうございます。これはいいよ。時短大好き監督にとっては、まさに優れものアイテム。こちらはもう使えません。コーヒードリッパーですね。説明書も含まれておりました。はい、こちらですね。はい。ホルダーの外し方。ホルダー外せんだ。お、なるほど。外せますね。で、ここでまたつける。はい。早速、コーヒーブレイクしていきたいと思います。今回のコーヒーはですね、すいません、ドトールさんでは買わず、ファミリーマート、こちら、モカブレンドを購入してきましたので、こちらがコーヒーです。これだけ見ると土みたいですね。では行きましょう。はい、すべて落ちましたね。見てください、こちらなんか空洞になっております。ごっそりとね、大きな落とし穴ができました。もちろんコーヒーはちゃんとできておりますね。では早速いただきたいと思います。ブラックでいただきたいと思います。ちなみにこちら2021年のドトールの福袋で購入したタンブラーです。安くてたっくさん美味しいコーヒーを飲みたい方、おすすめです。ドトールの福袋、今年はもうすごいですよ。はい、こんなに買っちゃいました。オリジナルサーモタンブラー、こちらですね、二重構造、本当は二重構造だ、暑さ寒さをキープできるタンブラーとなっています。毎日ではないにしろ、もう2日に1回はですね、こちらを使っておりますね。ではいただきます。うん、熱っ。おお、まろやかですね。あ、幸せですね。何かわかんないけど嬉しい。何かわかんないけど嬉しい。あー、いいですね。このコーヒータイム。うん。ドトールさんとモーツのコラボ、ハリオともコラボしてますコラボ限定グッズ紹介していただきました。コーヒー好きはもちろんのこと、このモーツが大好きな人、それからもうぜひこれはね、かなりおすすめです。ということで、数量限定ですので、もしこの動画を見てね、欲しいなっていう方はもう急いでもう走ってもうドトール行ってください。監督がですね、行ったドトールに関してはですね、かなり数が少なくなっておりました。はい、ぜひ皆さんも豊かなコーヒーライフを楽しみましょう。買ってよかった。ではまた次の動画で会いましょう。トートパックトートバッグ、フェルグ&フォルフェルグ&フォルフェルグ&フォルムフェルグ&フォルムフェルグ&フォルム